スポブルレオさんとかキサヒさんが出なくなってつまらなくなりました。JFA、忖度番組はいらないです。これ僕がそう言うとね、まあ、いっかも。いや、スポブルのね、なんか僕をブッキングしてくれてる人から、個人的にというか、マネージャー通して連絡もらってて、なんかいろいろ僕分かってるから全然何とも思ってないです。これ以上はみんなが業界呼んでくれるしかないですね。うん、なんで普通にスポブルを応援してるから、俺は。本当に傭兵と一緒ですから、呼ばれたら助けに行くだけで、呼ばれてなかったら普通に自分のこのね、あれをするだけなんで。そう、だから普通に、スポブル最高って。まあ、スパチャって読まなきゃいけないのが辛いよね、本当に。結構ね、やっぱりこう、見てくれてる人とかさ、やっぱ、純粋フルスロットルでコメントしてくれる人が多いじゃん。だからなんであいつ出さないんだとか出てくださいとかそう結構いろんな複雑ないろんな事情あって番組のキャスティング決まってたりとかなんかそういうのって知らない子もいっぱいいるだろうからね今の時代なんてさまあ僕もこの YouTube とかありますけどそれぞれがそれぞれの場所を持ってるじゃん自分のフィールドみたいなだあの番組呼ばれてないとかって気にしてんのって本当に多分一部の芸人さんとかぐらいだと思うんすよねそうなんだまあまあコメンテーターとかそういうので食ってる人はそうなんだろうけど僕の場合ね普通にもシュアーボとリベンジャーズと YouTube の配信と、あと毎週の週休学の授業とか、もう本当にできるだけ家にいたいみたいな。で、今度本作り出したりとか、まだ言えない仕事とかいろいろあるんですよ。なんで、ね、あの番組出てくださいとか言ってくれるのはすごい嬉しいし、ありがとう、そういう人の応援のおかげで出れてるよって思うんだけど、呼ばれてスケジュールがなんとかできたりいくし、呼ばれなかったら普通にどの番組も応援してますって感じです。Thank you.